はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファイナルファンタジー15サイドストーリー DLC エピソードグラディオラス続きやっていきます。2体の英霊を倒して再び最深部に目指している途中、今やここを訪れるのはただ愚かな命知らず、そなたもこの地で眠ることとなろう。悪いがそんなつもりはねえよ。新しきこの時代のルッスは初代王の治めた国とは違う。王に守られ平和がもたらされ、民は戦いを忘れ、ああもはや真の王の盾など生まれはしない。なめられたもんだぜ。見返したければ無事に試練を果たすんだな。まあ、いろんな英霊さんがいるわけだ。コールちょっと先行早いな。下にもまたモンスターがいて、上はいけない。で、これ降りるのか。こっちだ。今はまあフィールドにある柱、もしくはまあ強力な技を、テンペストより1個上の技をゲットしてるから、それで敵を倒してる状態だけど、あ、柱あるね。よし、ちょっとガードしてみるか、しばらく。また盛大な歓迎ぶりだぜ。危ない、バンダスナッチだ。ただガードするにもゲージがあるからね。ワイバーン、お、来てる来てる来てる。よし、アップヒーバル、よし、クラッシュ。あ、起き上がるの早いな。よし、柱、よいしょっと、急げ。おっしゃ、もういっちょ、もう一個柱行こう。よし、バレって倒すか。おや、あ、壊された。わあ、バンダースナッチ硬い。あ、赤く光ってるやつはガードがしにくくなっちゃう。まあ、できるにはできるけど、ちょっとね、弾かれちゃうんだ。バックアタック。よし、もう一体のバレって。待て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 、構えろ。よし、バンダースナッチは倒した。オッケー。今ポーションは13個か。1個使っとこう。こっちなんかアイテムあったなあ。あった、ポーション。どんぐらい来た。まあ結構進んできたね。ほとんど落ちてるアイテムって回復アイテムだから、全部かき集めたい。ここも登って最後まで、いくら傷を受けようと立っていられるか。なんかね、奥の方になんか見えない。あれなんだ、あれ。お、
柱がある。痛い。こっちの柱取っちゃえ。うわっしょい。おいきれい。もう1体、あ、もう2体か。回転切り。もう一丁。柱ほんと強いな。何もなしで。なんだ、さっき遠くから見えてたのこれか。アイテムがあった。ポーションね。なんか飛んでるな。ドラゴン飛んでる。こっちにもまだ道あるね。あ、違う違う。で、こういうところアイテムありそう。あー、こっちない。あ、これシルベか。シルベだった。さて、一休みすか。セーブがてら休もう。カップヌードル。二度もここへ来ることになるとは感慨深いもんだな。30年も前だろ。当時から肝が据わってたってわけだ。少し話でも聞くか。お、コルの昔話。それはぜひとも聞きたい。剣聖ってのはどんなやつだったんだ。覚えているのはあの目だ。相手の動きを見透かすような、いや、動きだけではなく策や感情までも。心しておけ。下手なごまかしは効かん。面白そうだ。なんかもっと行こう。なんかもっとこの藤見将軍コルの昔話聞きたいな。アイテムなし。王を守る者よ、磨かれし肉体と精神よ、どちらも欠けてはならぬのだ。これだ。ガードガード、攻撃してこい。あ、コル。コルが先行しちゃう。この辺アイテムない？あまりにも死体多すぎない？この辺で、アップヒーバルストックされてる。お、おお、お、これボスなのか。あ、で、こいつら引き返ってる。攻撃。先にこいつら倒しちゃおう。よし、柱取れ。あ、危ない。で、あ、生き返ってるんだこれで。こうじゃ。接近で切ってくぞ。テンペスト、もうちょっとゲージ貯めて。よし、アップヒーバル。よし、あと10だ。と念には念で、柱
回復。あ、ダメージがだいぶ。お、倒した。オッケー、あ、まだ来る。ポーション。大量の英霊だ。選ばれし王の盾として、その格好を見せて。うわ、英霊多い。で、次が最後の試練か。構えろ。アップヒーバル行け。うわ、うじゃうじゃいるな。柱抜いてる間にダメージ受けちゃうから柱を一回保留。アップヒーバル。よし、オッケー。あれ、次が最後ってことは結構早く終わっちゃう DLC。 ポーションゲット。盾ならば偽りなき目で己を見つめよ。偽りのない目か。マップ、うん、まあ結構来てるな。ポーション使っとこう。アイテムないね。され。お、アイテムがあるぞ。フェニックスの王、フェニックスの王が今5つあるから5回までは死んでも大丈夫。強大な敵と対峙したなら、ここで得た技を惜しみなく使え。月巨人か、危ない。あー、落としちゃった。あ、攻撃力アップしてんぞ。ガードの体勢、こいつ1体か。そうだ、ガードしろ1体。ただダメージブーストが一気にかかるわけじゃないからな。あ、外した。こいつ強えな、絶対。ポーション使おう。あれ、これ触れれるわけじゃないもんな。勝ってからじゃないと。柱はもうないし、やる気ない。回避回避。来ないか。アップヒーバルまでゲージを貯めたい。あ、また攻撃力アップだ。まずまずまずい。今はガード可能だな。アップヒーバル。あ、ウィークが全然短時間で切れる。危ない。よし、3倍だ。危ない。一旦回復。
よし。半分切ってんね。ガード不可だ。あ、勝って危ない。ハイポーション。耐えて耐えて耐えて。ハップヒーバルいけ。よし、チャンス。あとちょい。よし。おお、強かった。あ、力をちょうだい。最終試練へ望むことを認めよう。剣にオーラをまとうことで剣聖ギルガメッシュのオーラを打ち破りダメージを与えることができます。見事だ。全ての技を得得できたな。つっても試練はまだ終わりじゃねえ。剣聖は他の英霊と比べられん。くれぐれも油断はするな。よし、これで剣聖と十分に戦えるようになったらしいけど、アイテムがある。でもこの辺すっげえ暗いな。こっちなんもない。あ、アイテムあった。結構アイテム隠れた場所にあんな。おーし。おー、シルベ。ここラストシルベかな。休もう。カップヌードル。日清。前にここを通ったとき、将軍はどんな気分だったんだ。そんなことを聞くのか。参考までに聞きたい。今の俺よりずっとガキだったろ。ああ、無鉄砲な子供だった。誰の忠告にも耳を貸さず、闘争心だけで奥へと突き進んだが、見事な返り討ちにあった。帰る頃には恐怖に苛まれていた。不死将軍の名がついたのは皮肉だな。そうか。でも帰ってこれたのが将軍だけってのは事実だ。俺は尊敬してるぜ。覚悟の意味、奥に進む。ぐるっとまたこの辺来る感じなんかな。よし、それじゃ今回ここまでにしよう。ステージ4まで進んできてるけど、全体一体どんぐらいステージがあるのか、まあわかんないんだけど、まあ次回またステージ4から続きやっていきます。じゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。